11月7日時間ありますか？もしよかったら一緒にお茶しませんか？秋田県秋田市にお茶会を開きたいです。イエーイ。友達に絶対あなただって秋田県に友達一人もいないでしょって言われた。秋田でイベントを開いたって誰も来ないでしょって言われたんだけど、絶対そうじゃない。この動画を見てくれて、その中で秋田とか、これ、東北のどこかに住んでマキシに会いたい人がいたら、よかったら一緒にお茶しよう。で、イベントの、イベントでどういうことをするかというと、秋田県秋田市の近くにある喫茶店で、ドイツ会を開きまして、ドイツ会で何をするかというと、まず、私が、そうだね、15分程度、ドイツの、話をします。話をしますというとね、北ドイツにある、オーストフリースランドという地方があるんですね。で、ドイツにも海があって、で、その地方について話します。で、北ドイツの方言と、これ私が日本の北のところに行くと、よかったらこれ、北ドイツの話もしたいなと思って、だからこれ、北に来て北ドイツの話をします。で、その後、みんなが、もし、ドイツ語勉強したかったら、ドイツ語の学習の悩みを聞いたり、こういう、ドイツ、どういう、食べ物があるっていう話をしたり、みんなが、ドイツについての興味があったら、その辺で、お茶しながら、質問できたらいいなと思います。あと、最近 DM で YouTube に興味ある人も増えてきたので、もちろん直接会って YouTube についての質問があったら、その辺の話できたらいいなと思います。で、詳しいことはですね、この動画の下の概要欄に貼ってあるので、よかったらそこを見てきて申し込んできてください。一人でも来てくれるように。いや、もうぜひ来てください。もう楽しみだよ。バイバーイ。